はい、調子と平をこぎながらゲーム実況するゲーム書きの時間がやってまいりました。マイク・タイソンパンチアウトやります。ポチ、もうパンチアウトだかパンツアウトだかパンチラアウトだかわかんないけどね。まあ下ネタはさておき、さっさとやりましょうか。おう、フロンプラリス、フランスね。さあ第1ラウンド、まあ最初の相手は、まあ、練習用みたいなんですかね。これ慣れてくるとかえって当たるんだよな、この遅いパンチが。さあ1ラウンドダウン奪いました。さあ来い。さああと1回倒したら DKO。カウント1で立ったぞ。遅すぎて当たりそうなんだよな。はい、終わり。マック小さすぎるよな。はい、次ボン、ボン・カイザー、うん、フラウン・ベルリン・ジェルマン、ドイツの人かい。42歳ベテランだね。そうっすか。さあ行きましょう。遅くてパンチが遅すぎて当たりそうになる。さあ来い。遅すぎて当たりそうになる。さああと1回。ちっちゃいなマック。タイトルマッチだ。タイトルバウト。マイナーサーキットね。お、ピストン本田。From Japan。28歳若いね。お、でかい。眉毛がすごい動く。これは多分1ラウンドで終わらんな。うん、危ない今当たりそうだった。こっちの方がはるかにパンチ当ててるよな、空いてるよな。ピストンパンチ来るかな、そろそろ。遅いんだよパンチが。
入って当たりそうになる。お、2分20秒経ってる。残り40秒で1ラウンド終わる。さあ倒せるかな。来た。うわー惜しいな。もうちょっとだったらね。Listen, Mark. Cut him off guard, then unroll him. Ooh. 分かったよ。なんでヘルメット被んなきゃいけないんだ。さあ来い。このラウンドで仕留めてやる。1回倒さないと確か倒せないんだよな。1回2回じゃダメなんだよ。 KO にはならないんだよね。さあピストンパンチ出るかな。立った。え、あ KO。 へー、なるほど。5回ダウンしてるからね。はい、マイナーサーキットのタイトル取りましたよ。マック We have a new champion. Push that. 走ってる走ってる。コーチのミスターポポ。そうだ、ミスターポポに似てるよな。ニューヨークだな、これは確か。自由の女神は。頑張れマック、ミスターポポが指導者だ。さあメジャーサーキットに入ったぞ。マイナータイトルホルダーのマック。ミスターポポそっくりだな。お、フラメンコ、スペインか。さあ来い、フラメンコよ。そうだ、これこっちから打って、これ交互に打ったらね、確かずっと、ああ交互に打ったらずっと打てるんだよ確か。ちょっとコントローラーの効きがねいまいちなんで、ついついこうなってしまうわ。よし来い。大丈夫か、あの倒れ方は。まさか KO にはならんべ。さあこのラウンド仕留めるか。あ、やべ食らった。うお、よし決まった。こちらの TKO。 次は、あ、キングヒッポ、こいつかい。
どこ出身なの？アイスランド？へえ。年が分かんない。体重も分かんない。まあ重いだろうね、見た感じ。果たして動けんのか、これで。あ、そっか。この時撃つんだよ。そうだ。来るかな、次。2発撃ったとぐらいに来るよな。ああ。次かな。一発食らっただけであんな減るんだろうな、こっちはな。確かこれ終わりじゃなかったっけ、一発倒したら。確か終わりだよ、これで。一発もらっちゃったら余計なパンチな。あれ、次誰だったっけな。ああ、こいつか。インディア、インド。29歳。あれ、ああ、そっかそっか。確か、くる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 なんか、回ってくるよ、回るやつか。上のあの、ネックレスかなんかが光るんだよ、パンチ打つとき。あ、まずい。うん、また余計なパンチ一つもらったな。わあ、すごい回復してる。そうだな、こんな感じだったな。来るぞ。あ、待って、余計なパンチもらった。というかもう2分で。うわー、金なるべや。もうくっそー、変なパンチもらったな。ヘッドホールバドルクレッドモーディングディアトンピールシャムドボアヘッドモーディングパンチュポポよ。引田天功みたいなやつね。あ、来た。パキなんで食らっちゃったんだろうな。押してなかったのか。ああ、また来るか、これ。立つな、よし。あと一発。うわ、来るか。よし、おちまい。あー、でも結構いらんの、2分52分までいった。さあ、タイトルマッチ。
なんかでかいやつだよ確か。そうだ、どこなんだ、トルキー、あートルコ、トルコの選手ですか、でかっ。結構速くなるね、パンチな、こっから。私このコントローラーで対応できるかな、後の方。結構押ささらない時あるかな。うわっ、なんだ今の。よし、また一発もらっちゃったな、変なの。これ必殺技苦手なんだよな結構こいつの。うわ結構回復したね、あんなに回復しやがって。もう一回ダウンで出せさせることできないかな。来た、よし。これたまにずれるつけやんね、タイミング。ずれたら逆にこっちはやられるからね。ちょっと今鼻が痒かった。うわまた来るか。今の決めてたらな、終わりだったのに。うう、くそー、レッスンバック。おお、行くとしたら、あれ当たるようじゃダメだな。ああ、来るかな必殺。うわ、あんなに回復しやがって。きた、よし、あと一発だな。なんで食らうんだろう。よし、よし決まり。はい勝ちました。さあ次だよな本番な。から難しくなんだよ、ピストン本当だろ確か最初。いや次の方にやられるかもしれないな。ビンスキーとか、ね、勝てない気がするもん。もうしばらくやってないからちょっと訓練積まないとね。さあやりましょうかね。またピストン本田からです。
からで本番な。もしかするとこのピストンホンダにもやられるかもしれない。うん、やっぱ攻撃のパターンが増えてる。このコントローラーじゃまずいかも。やっとか、やっと一回ダウン取った。まずいな。ヘルドハズメマーク、ドンキブメアマーク、ファイト。諦めんだか。I still remember our first fight. No, I'm gonna pay you back, Banzai. そうですか。最初の戦い覚えてんな。でもちょっとパターン覚えてきた。攻撃のスピード上がってきてる。3連発来るだろ。でアッパーだろ。なんで食らった。まずいな。ちょっとすごい顔になってる。諦めるのしか言ってない。そうですか、万歳。まずいな。判定負けするぞこれ。3000ポイントしか取ってない。ああ立てねえか。よし、you
うわ、判定だ。これ負けたな。分かった、やった、偶然にも勝たせてもらいました。危ねえな。さあ続いてはソーダポピンスキー from Moscow、 ロシアですね。さあやってみましょうか。でけんだよこいつ。果たしてパンチかわせるかどうか。このコントローラーだとねちょっと不安だね。さあ来い。よし、かわした。あ、ここまでは順調だぞ。また来るな。よし、まず一発目、右ストレートとはしょうがない。これ当たっても、顔面にパンチ当てたかったな。 I'm gonna make you feel punch drunk。 そうですか。お、回復したぞ。くそー、一発食らったか。余計なパンチ一つ食らったな。アッパー結構食らうんだよ。しこい。よし、さああと一発、一つダウン奪えば勝てる。さあ来い。あんまりもうこれ実況向きじゃねえなこのゲームは。どうしても口数が減ってしまう。アッパー来なかったか。ああ、あ、よかったこれで。よし、あぶねえ。 Keep your guard up。 さあ体力回復しねえか。うわ、死ねえ。セレクトしてんのにまずいぞこれは。よし、まず一発目ね。いやー防御力硬いんだよこいつ。うぃ、一発で。なに、よし、あと一発だ。一発っていうか、一回ダウン奪えば勝ちだ。わかった。KO かい。はい、やりました。さあ、3番目は。バールドベル、さっきのね、トルコの選手ね。
これが強いんでごわすよ。タイミング合うかね、パンチの。はい、まず1つ目必殺技さえね、簡単にボディに当てればな、楽勝なんだけど。来た、よし決まった。よし、あと1回ダウン奪えるかな。ちょっと時間的に無理だね。パワーがどれぐらい回復するかにもよる。うわー惜しいな。Give him a first uppercut when he is stunned. なぜ食らう。ちゃんとさっきの決めてりゃ、これっこうで2つダウン奪えたのにね。タイミング合わなかったけど。来た。よし。あと1回。来るかな、もう1回必殺技。惜しかった。なんかもったいないな、最初のあれ食らったのね。さあドンフラメンゴ、ドゥー合うかな、パンチバリエーション増えるんだよ。やり食らったね。あ、合わないな。
Dancing like a fly, battle like a mosquito. 蚊のように噛みつけ。Carmen, my love. Carmen, Carmen か。I dance so sweet for you. よっしゃっしゃ。まだダウンを奪えてません。まず一発目。この繰り返しかまた。あと1回。3ラウンドいっちゃいそうな気がするね。3ラウンドいきそうな勢いだ。ハゲた急にハゲたぞ頭が。 From leg strikes back, return up down. Dance, 同じか。急にハゲたぞ、どうした。思ったより回復しなかったな。お、攻撃してきたぞ。ダメか。あとに2つ奪えるかね。うわあ、あんなに回復してる。30秒ぐらいでもう一発当てなきゃいけないの。うわあ、なる。うー、勝った、判定勝ち。さあ次はサンドマンか。これ強いんだよ。お次はミスターサンドマン、フィラデルフィア出身ですね。31歳。こっからね強くなりますよ、一気にね。もう勝てないかもしれない。まあやれるだけやってみます。強そうだろ。これがなかなかかわせない三段アッパーね。さあ注目の一戦ですね。これやっぱ難しい。もう、ああ、来るかな。あ、来た。だいたい50分過ぎたぐらいから来るんだよな。うわあ、ちょっとパンチがよぎらんないぞ。左押してんのに。
来るか。来る。あやばいぞ、二度ダウンしてるぞ。もうこうやってやるんだよ。をかわして、あ、すぐ反撃来るな。おお、なんだか持ったぞ。 I can't win that. Yes you can.ミスターポポよ、 I think you're gonna have a nightmare tonight. そうですか。あー、歯を回復するの忘れてた。セレクト押し忘れたぞ。三段パンチかわせるかどうかで、ね、さっきもろくらったもんな。来るかな、来る。あーやっぱりかわせねえあーダメだもう負けた。これ勝てるかな。うせえよもう。笑うな笑うな。よし、やった、避けられた。避けられるとこうやって楽なんだよな。奪ったぞ。さあ来るかな。じゃあ2ラウンド行きますか。来るか。よし、避けてるぞ。ちゃんと来ない。あーもう食らった。これさえな、これさえ避けれれば。今のも避けられたらさ、もう一個ダウン取れて。うわやばいぞ。ああ危ねえ。あと一発食らったら死ぬべ。ダウンだもん。一回倒れたら終わりか。やっぱり3回避けられないな。
来る。あダメだ。ああ。これはね、これは無理。これ無理なんで、次のマッチョマン行きましょう。ね、ゲームおかけはね、あんまり無理をしないというのがね、方針なんで、それはね、パスワードを使ってマッチョマンに行きます。それでは。来たな。巨乳ゴリラね。なんだなんか日村健みたいな顔して。おー、早い早い早い。来るか。日村健みたいな顔して。まだ戦えてる、さっきのサンドマンよりは。早いからね、意外と避けやすいんだよな。あー食らった。うえ。なんとなんと。来る。うわあ。なんだよ。さっき受けられたのに。あれ？あー当たった。あーダメだ。勝てない。あー負けた。来る。あー勝てないでこれもう。あーダメだ。せっかくかわしたのに。くそやろう。はい、ここまでにしましょう。じゃあ元気ですか。元気があれば何でもできる。今日も負けちゃったんで、いつもの言ってみましょうか。1、2、3、だー。ご視聴ありがとうございました。次回はマイク・タイソンとの試合をやっていきます。お楽しみに。